さあ、そして8月のハローワールドは1ヶ月にわたってラジオで夏フェス、毎日豪華人気アーティストのスタジオライブをお届けするハローは夏フェスね。まあもう折り返しておりますよね。本当夏の終わりに向けてということで、今日でですね、11人目のアーティストということになりますか。まあ本当にラジオなのに豪華すぎると思います。スタジオライブは YouTube ライブ映像でも同時配信です。番組ホームページからご覧いただけます。そしてハローは夏フェス、今夜は片平里奈さんがスタジオライブを届けてくれます。福島出身22歳のシンガーソングライター片平里奈さん、2011年10代限定のコンテストで1万人の中からね、1万組の中から審査員特別賞を受賞。さらにデビュー前にもかかわらず、ギブソン傘下のこれギターブランドエピフォンから日本人女性初の公認アーティストとして認定され、非常に反響を呼びました。昨年の8月7日、シングル夏の夜でメジャーデビューから、まあ、1年が経ったということですよね。記念すべきファーストアルバム Amazing Sky を今月リリースです。福島東北から全国へさらなる活躍が期待される若手女性アーティスト、今夜の片平里奈さんのライブは J-WAVE のディレクタールームから生中継でお届けします。それでは皆さん、お待たせいたしました。いきましょう。片平里奈スタジオライブ第1部開演。こんばんは、片平里奈です。ディレクターズルームから歌えます。夏の終わりということで、サマーキャンプという曲を歌います。言葉はついに出てこない。
次はまたしっとりとした曲になるんですけども、アルバムからあなたという大事な人を思って、大事な存在を思って作った歌を歌います。聴いてください、あなた。自分がいた、プライドなんて消えてしまえば楽になれるかな。あなたは全部許してくれた。後ろ背中向けてもいい。
よくわからないや。あなたがくれるものはなんと呼べばいいんだろうか。考えすぎちゃうみたい。迷うこともないはずなのに J-WAVE Hello World、スタジオ生ライブ、今日は片平里奈さん第一部お届けいただきました。ありがとうございます、サマーキャンプ、そしてあなた、弾き語りスタイルですよね、はい。皆さんからもいろいろと、感想もいただいておりますね。やっぱり夜に聞くいいですよねと、はい。福岡のリリーベが楽しみですとか、後ろの人たちは仕事してるのかいって、後ろの人たちが仕事をしてるかどうかってよく分かんないんですけどね、ただやっぱり一応 JA 部内なんで、なんかいろいろいろんなとこにいろんなもん貼ってあって、なんかちょいちょい映ったらまずいんじゃないかなっていうものがあるんじゃないか、ちょっと気にして見てはいたんですけど、よく見るとあれはやっぱプロモーターさんなんですかね。11月24日リキッドルームとかちょいちょい書いてあったりとかあれ偶然のわけないな、さすがだなっていうね、はい、という、まあちょっとこういつもと違った JM のアングルでね、よりなんかこう皆さんにはこう
まあ、映像的にもそして音楽的にもこう耳に近いというか皆さんの距離に近い今日は音楽を届けていただいております。でこの後第2部片平里奈さんね、また素敵な歌声を届けてくれますので、どうぞ周りの友達にも教えてあげてください。そして、皆さんが聞いた感想をですね、ハッシュタグ HW813 で、送っていただきたいと思います。この後片平里奈さんスタジオライブ11時過ぎに第2部をお届けします。